今ね、並んでるような白とかブラウンとか、まあ、いかにもおしゃれなね、ジャケットの着こなし方、ちょっと今日はね、ご紹介しようかなと思います。オクテットチャンネル。はい、ということでね、どうもこんにちは。オクテットメンズアクションチャンネルのムーンです。今日はですね、まあ冒頭でもお話した通りなんですけど、まあ、すごいね、この単体で見ておしゃれなんだけど、ちょっとこれおしゃれすぎるでしょみたいな、そういうね、ジャケットを、まあ、うまいことね、着こなす方法といいますか、まあ、そんなこう着こなしを紹介できたらいいかなと思ってます。はい。というのもですね、まあ、今日の動画ね、撮るきっかけになったのが、コメントをいただいて、多分ライブ配信だったと思うんですけど、その時に、この僕の後ろにね、この子が並んでたんですよね。で、ちょっとこれについてね、聞かれたので、まあ、紹介もしてなかったですし、せっかくだったらっていうことで、まあ、紹介しようかなと思ったんですけど、まあ、多分この子たちって結構着こなし難しいと思うんですよね、僕は。はい。やっぱりこう単体で見てね、多分かっこいいんでしょうけど、いざこれ自分がじゃあ着るってなった時に、ちょっと難しいな、みたいな。はい。どう着こなすか、なかなか難しいなっていうところで、意外とね、これ多分着こなす時に迷うのかな、なんていうふうにも思ったので、今日はね、なんかこう、うちでもね、最近はこう、色物のジャケットとかもちょっと増えてきたので、ネイビーとかグレーとか黒とか。まあこの辺はなんとなくわかるかもしれないんですけど、もうちょっとね、段階を、まあ超えて、こういう色物のね、ジャケットのうまいことね、着こなす方法みたいなところを、今日はね、着こなしを紹介しながらお話しできればいいかなと思ってます。はい。ということでね、まあちょっと今から早速、まあこの子たちをね、着ていこうかなと思うんですけど、まあ一応ね、今日テーマを大きくね、二つ持ってきてます。はい。というのが、まあ一つはね、やっぱり僕多分このジャケットを実際にゲットする方って、絶対服好きだと思うんですよね。うん。もう間違いなく服好きじゃないと選ばない色だと思うんですよ。何かしらこうジャケットが必要になったからジャケット欲しいですみたいな人が、いきなりこの二つの色には多分いかなくて、やっぱ普通のネイビーとグレーみたいな。それが間違ってるとかではなくて、やっぱそうなると思うんですよ。なので、そういった意味では、多分この二つを選ぶ視点で、絶対にもう服好きだなと思うので、だからこそね、まあ、あえてじゃないですけど、まあ、ちょっとこう、コテコテと言いますかね。本当にこう、このジャケットを使って、まあ、しっかりこう、まあ、イタリアコーデって言ったらなんか、雑ですけども、まあ、そのくらいね、こう、うまいこと着こなしてみようかなと思います。はい。それと、もう一つが、逆にね、もうちょっとこう、中和したスタイルっていうのもお見せできればなと思います。まあ、こう、いかにもね、すごいおしゃれで、やっぱりこう、自分が着ると難しいのかな、なんていう方もね、一定数いらっしゃると思うので、まあ、こんな風に着たら、自分でもね、着こなしやすいかな、だったりとか、あまりこう、ザ、おしゃれみたいな感じでね、なりすぎずに、意外とこう、自然なニュアンスでね、着れるかなっていうような、このコーディネートっていうのを、まあ、2パターンずつなんで、計4つ、紹介していこうかなと思います。ということでね、まずは、白。白から着てみます。はい。ということでね。まあ、まずは、白のジャケットの、まあ、ちょっとコテコテと言いますかね。すごくおしゃれなスタイルかなと思います。まあ、自分でおしゃれっていうのもなんですけども。はい。これね、はっきり言って好み分かれると思うんですよ。けど、例えばね、白のジャケットを調整するなら、このくらいいっちゃう人も、中にはね、いらっしゃるかなとも思います。ということでね、今日のね、このコーデなんですが、一応ですね、ワントーンコーデみたいな感じなんですけど、まあ、微妙に色のニュアンスだけは変えてるんですよね。はい。一見ね、白いジャケットに白パンみたいな感じに見えるかもしれないですけど、これはね、レッドカードのショアなんですが、まあ、白というか、まあ、ちょっとグレーっぽい雰囲気のある色なんですね。で、こっちのジャケットは逆に白というか、まあ、きなりっぽいんですよね。なんで気持ちこう色のニュアンスを変えてて、で、まあ、足元はね、ブルーのペリーコサニーで、で、インナーは、これね、ちょっと白に見えるかもしれないですけど、リプレイのね、ウエスタンのシャツを着てます。けど、これすごい色落としてて、まあ、水色みたいな感じですね。はい。もうすごくこう、ブルー系と言いますか、薄いブルーみたいな感じのシャツで合わせてるっていう感じですね。まあ、これのコテコテポイントじゃないですが、まあ、二つぐらいあるかなと思ってて、一つはね、やっぱこの、微妙にニュアンスが違うとはいえ、ワントーンみたいなとこ。しかも白と白っていうね。これは、まあ、なかなか難易度高いと思うんですけど、
ちょっとだけね、変えてあげると意外とできるかなって思います。はい。好みはあると思います。それからもう一つは、このシャツですね。こう、普通のね、普通のと言いますか、うちで紹介してるジャンネットとか、フィナモレじゃなくて、こうウエスタンね、中に着ちゃうみたいな。うん。で、まあ、襟もね、ちょっと出しちゃって、まあ、すごくこれね、やっぱり、決めてるスタイルかなとは思うんですけど、でも、まあ、ありかなとも思います。はい。実際にこれで街歩いてたら、やっぱすごいおしゃれだよねっていう風にはね、なると思いますし、それがまあ似合う似合わないっていうのは、まあ正直あると思うんですけど、僕はね、このジャケット、あえて行くならっていうところで考えて、まあ一つとしては、いいんじゃないかなと思います。まあ次はね、このままこれをもうちょっと中和したスタイル、やってみようかなと思います。はい、ということでね、次はこんな感じです。中和スタイルと言っていいからですけども、まあちょっと中和させると、例えばこんな感じかなと思います。はい。まあね、ジャケットは当然ながら同じジャケット、白のジャケットなんですけど、見ての通りね、コーディネートはガラッと変えてます。はい。次はね、まあデニムを軸にしてちょっとカジュアルに、着こなしてますね。はい。ということで、まあまずね、デニムなんですけど、同じくレッドカードのショアです。でも、まあ見ての通りね、ブルーデニムの色にしてます。そして、インナーは、このジャケットがね、まあ、白と言いつつも、先ほどね、お話した通り、まあ、ヒントじゃないですけど、ちょっと気なりっぽいんですよ。なんで、気持ちね、茶系とか、なんかベージュみたいなニュアンスって、結構馴染みやすいんですね。ということで、この、チルコロの、まあ、グレージュみたいな、ちょっとベージュの要素も入ってるカットソーにしてます。で、その色合わせで、足元はペリコサニー同じなんですけど、色変えてあげて、まあ、この T シャツとね、リンクするような、感じで合わせるっていうスタイルですね。はい。どうですかね。これだったら、あ、自分でもちょっとね、着れるかなっていうようなね、スタイルかなと思います。おそらくやっぱり、こういう薄めのデニムは皆さん持ってると思いますし、まあ、これが、やっぱね、馴染むかなと思ってまして、デニムって本当優秀ですね。そういう意味では。うん。でも、濃いのにすると、やっぱり色パキッと分かれちゃうんですよ。そうすると、やっぱ白もデニムも、両方ともこう強調されちゃうんですね、うん。そうじゃなくて、やっぱちょっとこの薄くなっていることで、白いやっぱフェードがかかるような感じのデニムにしてあげると、こう、うまいことやっぱ中和じゃないですけど、馴染むっていう感じですね。で、その雰囲気に合わせて、カットソーもね、僕これ実はダノーネのアイスコットンと迷ったんですよ。同じ色と。でも、ちょっとチルコロのこの色合わせてる感じ、はい、があった方がこなれて見えるなと思って、こっちにしたんですけど、これもやっぱそういうちょっとした、まあフェードじゃないですけど、白っぽさがあることによって、よりね、馴染みやすくなっています。まあちょっとこうぼやけさせるっていうか、そんなイメージが持っているといいかもしれないですね。なんで、パキ、白、なんか黒とか、まあ悪くないんですけど、白、ネイビーとかもね。そうじゃなくって、まあ、全体のニュアンスちょっとこうふわーっとね、色物使いつつも合わせるような感じでやってあげると、意外といけるかなと思います。ということでね、次はね、また、茶色を、ちょっとね、バチッと着てみようかなと思います。はい。ということでね、ちょっとね、着替えました。はい。次はね、茶色のジャケットの、まあ、コテコテと言いますかね。はい。結構決めてるスタイルです。どうですかね。まあ、ちょっと僕ね、行ったことないんでわかんないんですけど、まあ、行く場所によってはいるのかな、みたいな、感じですね。はい。まあ、ちょっとね、スタイルを軽く紹介すると、もう、なんか僕このジャケットをね、見た時に、僕これ結構好きだなって個人的に思ってるんですけど、結構多分、このクラシックなね、スタイルが合うんじゃないかなっていう風にね、個人的には思ってまして、なので、まあ、色合わせとかは結構攻めてますし、それプラスね、合わせてるアイテムが、まあ、コテコテというか、そのクラシックな要素が非常に強いアイテムをね、全部合わせてるんですよね。ということで、まあ、足元はまずね、グルカサンダルにしてます。はい。ね、ここでもう、グルカサンダルとジャケットってね、それだけで結構難易度高いと思います。で、パンツ。ベルウィッチのサルーテっていう、まあ、グルカパンツみたいな感じですね。はい。こう、グイーンってね、ここにこう、止める感じがあって、で、まあ、色はね、このベージュなんですけど、見ての通り、ちょっと玉虫っぽい感じです。で、インナーは、黒のリネンシャツ。ジャネットですね。はい。黒のリネンシャツです。の上から、
この茶色のジャケットっていう感じで、まあ、意外と色合わせはまとまってますよね。はい。まとまってるんですけど、まあ、このアイテム一個一個のパンチが強いと言いますか。まあ、こんな感じですけど、どうですかね。まあ、これでいたらすごいかっこいいとは思うんですよ。はい。僕も実際に見たらね、やっぱ多分目に留まっちゃいますよね。このスタイルは。なんで、本当にこのジャケットね、個人的に僕がクラシックで着こなすなら、このくらいまでやったりとか、逆に今やってないですけど、結構ね、イタリアっぽいようなね、コテコテな感じでタイドアップしたりとかね、そんな風に着こなすのかなとはね、個人的には思います。ただ、このスタイル。やっぱり好みもしかしたら分かれるかもしれないので、次はね、じゃあこのジャケットをもうちょっと中和させたスタイルっていうのをお見せしようかなと思います。はい。というわけでね、ちょっとね、中和させたスタイルがこんな感じです。はい。どうですかね。さっきに比べると、だいぶね、こう、まあ、おとなしくっていう言い方が正しいかはちょっとわかんないですけども、まあ、そこまでこう強調された感じではないかなと思います。まあ、一言で言うと、全部こうモノトーンにしてますよね。はい。足元は、プレメタの白スニー。で、リプレのブラックデニムを履いてまして、フィリッポ・デ・ロレンティスのニット T シャツ。これは白ですね。で、上から茶色いジャケット。という感じです。はい。まあ、こんな感じならね、すごく合わせやすいかなと思います。まあ僕は、例えばね、これが秋冬とかだったら、てかまあさっきまでちょっと黒も考えてたんですよ。全部黒で、この茶色みたいな感じですね。まあ色の濃度的にはね、これ結構濃いと思うので、合うかなと思うんですけど、ちょっと季節感がないかなと。はい。まああまりにもちょっとこう、秋冬感が出すぎるので、今だったら、やっぱこう白使ってちょっと抜け感出す方がいいんじゃないかなと思いまして、こんな感じで白スニとそれから白い T シャツを着ています。まあね、この軸っていうのはね、本当に何でも合うような感じかなと思ってます。で、しっかりね、この茶色いジャケット、まあこれがこうグレーとかネイビーだったら、まあ結構かっこいいと思うんですけど、まあぼやけた感じもなりやすいですが、これね、茶色が多分相当強いと思うんですよね、やっぱり。このジャケットって結構インパクトある色かなと思うので、これぐらいでも、やっぱりね、十分こう、シャレ気が出るんじゃないかなと思います、逆に。なんで、このジャケットをね、こう、もうちょっとこう、着やすくっていう方は、やっぱりこう、白とか、こう、黒とか、まあ、そういう、本当にこう、ベーシックなものに、逆にね、合わせるだけで、いつも以上にオシャレになれると思ってもらえたらいいんじゃないかなと思います。そういうイメージを持ってもらえると、意外と合わせやすいかなと思います。というわけでね、今日はね、こんな感じで、まあ、白だったりとか、こういうね、茶色だったりとか、まあ、すごいおしゃれなジャケットっていうところの、まあ、着こなしをね、紹介しました。最初にお話した通り、やっぱりこういうジャケットを選ぶ方っていうのは、おそらくもう服好きだと思うんですよね。なので、あえて、こう、攻めたようなね、スタイルをするっていうのも一つありだと思いますし、でも、もうちょっとこう、街だったりとか、そういうところに、まあ、溶け込んだね、スタイリングで、こんな感じで合わせるっていうのも一つだと思います。まあ、楽しみ方はね、いろいろあると思うんですけど、まあ、ネイビーグレー、黒もいいけど、って思ってる方はね、もしよかったら、ぜひね、こういうちょっとね、シャレっ気のある色っていうのもトライしてもらえると、より楽しいかなと思います。はい。ということでね、僕らの動画は、こんな感じでね、毎日8時に動画を更新してます。ぜひね、チャンネル登録もお願いします。というわけで皆さん、バイバイ。